当の定例記者会見を始めさせていただきます。まず、小川代表から何かご挨拶はございますでしょうか。特別ないけれども、特別ありませんけれども、先日の沖縄補欠選挙、玉城デニー知事の後継者としての屋良候補、皆さんのご支援のおかげで、当選させていただきました。今後とも玉城県政と歩調を合わせながら、国政においてもまた我が党の一員としても頑張っていただきたいと思っております。いろいろありがとうございました。以上です。それではご質問を受けさせていただきます。社名とお名前と添えてお願いいたします。それでは古いのこったです。矢田さんの選挙広報に教授と書いてありました。これが間違いだと、重当職員が間違いだということで研究生ということになったわけですよね。間違いだということは分かって、これは重当の職員が書いたということだったんですけども、今後問題になることはありませんでしょうか。問題になり、選挙広報に何々の教授と書かれていたんですよね。それは知ってるよ。はい、それは実際教授じゃなくて研究生だったわけですね。それで、それで今後それが問題になることはありませんか。問題になることはありませんか。なること、はい、問題になることっていうのは何、うちで、はい、要するに選挙候補に、知ってるよそれは、はい、だから問題になるっていうのはどういう意味。かつて小川純一郎さんが、ああ、うん、ですから、単純な、プリント間違いですから、すぐ会見して、そうではありません、それからその前に配ってた第一冊というかな、はきちんとその通り書いてありますから、第2回目の増刷の時に、そこがどういう手違いかで間違えた、だから間違いになるということをきちんと選挙中に、皆さんにお話しし、直しましたので問題ないと思います。フランス店の及川と申します。山本忠雄代表が、自由党を離党して、新党令和新選組を作りましたが、小沢代表にはどのような相談があったのか、そして小沢代表としてはどのようなアドバイスをしたのか伺えればと思います。彼は自由党をまだ離党しておりません。間違えないように。それから新党を作るという発表をしたことは聞きました。しかし、事前に、そういう趣旨の話を聞いたことがもちろん、ありましたけれども、今結集、野党は結集しろということを説いていて、太郎君もそういう代表もそういう趣旨の発言をしているわけだから、新党を作るということは分派行動になるので、あまり国民に受け入れられないのではないかと、理解しづらくなるのではないかという話はしましたけども、本人がそうしたいということですから、そんなら自分の思う通りやったらよかろうというふうに答えました。他にご質問もありますでしょうか。北海道新聞の金子と言います。安倍首相の側近である自民党の萩生田幹事長代行が先週、10月の消費税増税の延期もあり得るとして衆院解散の可能性にも言及しました。近年安倍政権下では大義のない解散が続いています。今回の萩生田氏の発言も、解散をちらつかせて観測危機を上げるためとの見方もありますけれども、権力側がこういうふうにその解散権を乱用するような姿勢について、代表改めてどうご覧になりますでしょうか。それはもういろんなことをね言ったからって、自民党や安倍政府のね言うこと、それが
倫理的に道徳的に反してるとか嘘言ってるとかいう類のことは全然別だけれども、そういった政治的な発言はね、もう何やったからってね、別にそんなの気にしてるあれはありません。でダブル選挙前にも言ったけど、ダブル選挙やるならいいじゃないですか、いっぺんに蹴りつく、どうぞ。毎日新聞の遠藤です。本日なんですけれども、立憲民主党の枝野代表が国民民主党の玉木代表と会談されまして、衆院選の一本化に向けての協議をするということで合意されたんですけれども、枝野代表、今まで、独自路線といいますか、他党とはあまり協調しない路線を取られていたんですけれども、今回の枝野代表の行動についてどのように評価されるでしょうか。他党と話し合うという姿勢そのものはいいんじゃないですか。今まで違ったと言ったら君子豹変すという言葉がありますからね、それは結構なこと、いい方に豹変するのはいいことです。日本テレビの右松と申します。明日国民民主党は両院議員総会を開きます。中の提案としては、提案というかその中の議題としてはですね、自由党との合流についてその大党内での意見をですね、聴取するような会員になるとかと思われますけれども、明日の両院総会並びに今後のその国民民主党の判断について今小沢代表が期待することは何でしょうか。私はまだそのことを聞いておりません。向こうの党の話ですから。しかもこれも前から言ってるけども、去年からずっとあった話の継続の中での今日で今回ですから、それで1月に党首でもって合意しましたけれども、それからいろいろ先様の事情があるんでしょうから、今回もどうなるか私には分かりません。では関連いたしまして、先の小沢代表の会見の中で、4月中に蹴りがつかなかったらこの話をおしまいだという発言もありました。そうしますとその考えというのは当然変わらずというふうに受け止めてよろしいでしょうか。以前記者会見で、はい、それで結論その考えに変わりはないかどうかという、ありません。他にご質問ございますか。よろしいですか。はい、ありがとう。終わらせていただきます。